やっぱりおばあちゃんがなんかあのたくあんを出すような民宿とかがいいな。あとぐるぐる回るものダメなんか都会で生活してるとエネルギーが時々吸い込まれちゃうような気がして、で緑会いに行くのもなんか友達みたいに海の近くで生まれたから、で緑の中に入ると本当に落ち着くし、その吸い込まれたエネルギー、緑さんが、緑さんじゃん、木とか本当にあのエネルギーをプレゼントしてくれるから、もっとみんな仲良くなればいいなと思う。Anyway, I love adventure. I love adventure and challenge.